子供が中学生になるまでは夜10時から6時の間トーンスマホは使えません。小学生とかでも2人に1つは携帯電話を持ってるとかっていう時代じゃないですか、うん、だからそういう中で逆に夜を使えないようにするってすごく思い切った戦略だなっていうのは本当にそうだと思う。初めて伺ってかなり勇気ありましたね。そうですよね、はい、思ったんですけど、なんか仮にもし僕が夜スマホをロックされたりしたら、もっとなんかいろんなことに視野が広くなるじゃないですけど、いろんな今までその携帯電話を触っている時間に割いていたこととかが別のものに意識が向けられるっていうか、なんか少し自分のなんだろう、自分の中の世界がちょっと広がるような、なんかそういうすごくプラスなことがどん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 頭の中には出てきましたね。このまま広がっていくといいな、素敵だなっていうのは思いました。ありがとうございます。